ケプラー37ビットとは、地球から見てこと座の方向に、約210光年離れた位置にある恒星ケプラー37を公転する太陽系外惑星の一つである。2013年現在発見されている中で、直径と質量がともに最小の太陽系外惑星であり、地球の月より若干大きい程度である。ケプラー37ビットは、 ケプラー37にて発見されている3個の惑星のうち、最も内側を交点する惑星である。ケプラー37からの距離はわずか1501万 km である。これは彗星より内側の軌道であり、わずか13日8時間48分55秒でケプラー37の周りを1回交点する。月、ケプラー37ビット、彗星、火星、 ケプラー 37C、地球、ケプラー 37D の大きさの比較。ケプラー37ビットはトランジット法で発見された太陽系外惑星であり、ケプラー37の手前を通過する際の原高度で惑星の大きさが推定できる。ケプラー37ビットの通過により、ケプラー37の明るさは0.0119%減少する。このことから、 ケプラー37ビットの直径は、わずか地球の0.303倍しかない天体である、ことがわかった。これは発見されている中で最小の太陽系外惑星である。これまでの記録は、ケプラー 42D の0.57倍であった。ケプラー37ビットの直径はメートル方にして3 8 7 0トルで、あり。 太陽系の中で最も小さな惑星である水星の 4879.4km よりも小さく月の 3474.3km より若干大きい程度である。この程度の明るさの変動は構成そのものの明るさの変動でも説明されることがあるが、ケプラー37は変更のほとんどない構成であるため検出が可能であった。ケプラー37ビットは 戦術の通り、ケプラー37から極めて近い距離にあるため、ケプラー37自身は太陽より若干表面温度が低いものの、ケプラー37ビットの表面温度は摂百427度もある。これは亜鉛を溶かすのに十分な温度であり、また弱い重力とケヘプラー37からの強い放射により、水星と同じく大気も存在しないと考えられ、 地球で考えうる生物は存在できない。ケプラー37ビットの質量は地球の0.01倍以上であると推定されている。これは発見されている中で最小の質量を持つ太陽系外惑星である。これまでの記録は PSRB1257 プラス12への0.020倍であった。ケプラー37ビットの大きさは極めて小さいが、 発見に成功したことは今までに巨大な惑星が恒星のすぐそばを交点するような成形にも小さな惑星が存在することを示しているという。ケプラー37ビットの直径を推定するには通過するケプラー37自体の大きさの測定も必要であるが、これは恒星内部の対流運動で発生する音波を測定し、 内部構造を調べる精神学的手法で調べられた。従来は太陽の2倍以上の大きさの構成に適用された手法であるが、ケプラー宇宙望遠鏡の精密な測定により、太陽と比較して直径が0.770倍、質量が0.803倍のケプラー37にも適用できた。ありがとうございます。